ありがとう、さようなら、先生。ということでですね、えー、どうも、竹内です。こんにちは、本番は、ということで、えー、競馬の2月別れのシーズンとなっております。はい。そんな2月の競馬ね、やっぱり、あの、優秀の美優秀の美というものをですね、調教師の先生にプレゼントしたいと。やっぱ、あの、旧舎の方々、ジョッキー、ー馬主さん、そして馬自身だってね、そう思うものじゃないかというところでね、そこにちょっとテーマを当てた動画を作ってみました。 でまずですね、引退する調教師の先生方が過去にね、2月にどんな結果だったのかっていうところをざっくりまとめるとね、立党所属の調教師の先生の短回収82、副回収82、え報、ー、所属の調教師の先生短回収57、副回収72ということで、まあ回収が高いということはそんだけ馬券率とかもいいんですけど、いろんな意味でね、いろいろな意味で上に厚いのは立党なんじゃないかって一瞬で思ってしまいました。 じゃあ、そんな成績のいいね、立党所属の引退を控えた調教師の先生方の2月の成績。これ、レース間隔を調べてね、成績を簡単に判定したんですけど、連投2週はね、三角ですね。印に分けるなら。3週から11週、ここ20丸で,でしたね。休み明け×と。はい。あのあの具体的な数字は後ほど出しますが、 なるほどなって思いましたね。やっぱ優秀の美のためだけにね、慌ててまあ連投二周で使うと、少しでもいっぱい使おうっていう、まあ、やっぱり成績良くないとで。無理してね、休み明けで使うっていうケースが含まれてくる休み明け、まあ12周以上の競馬と定義しますが、していますが、はい。そこの成績が悪いと。うん。なんかこれすごく理にかなってますよね。あくまでも先生のために、 的なことじゃなくてね、ちゃんと使われている流れの中の馬でこそ、優秀の美っていうもんは生まれるものじゃないかっていう説です。はい。それだったら、まあ、3周から11周のくくりの中で調教がいい馬、仕上げてきたなーっていう馬が狙い目になるんじゃないのかと考えるのが自然の流れだと思います。 じゃあ、えー、立東半路で当外周の最速時計53秒台以下、まあいい時計ですよね。その中で、えー、ラップ、加速ラップを刻んでいる。おは、しまいにハロン12秒台まとめの原則。おは、え、ニハロンのところに11秒台なる原則ラップ。はい。これよくわかんない人はね、うちのチャンネルの過去の動画別にもう対策動画でも追い切り動画でもいいですよ。毎週喋ってますから、この話ね。毎週喋って、うん。 あの、メルマガとか含めればね、もう15年ぐらい喋ってる内容なので、そっち見てくださいっていう感じになるんですが、えー、該当する馬、勝率が10.9、副勝率が31.3、単回収204、副回収113%。やっぱりですね、理にかなってますね。成績いいです。はい。 で、まあ、これに該当している馬をね、年度別に見てみましたが、2018年は単覆プラス、えー、ボス10頭、10頭該当しましたで、ね、単覆プラス。2019年、19頭該当して、単覆でプラス。2020年、3頭しかいませんでした。これはしゃーない。単覆マイナス。はい。2021年、15頭で副賞はプラスでした。2022年、昨年、単賞プラス、えー。17頭いましたということで、まあ、10頭以上ね、2月に該当しているところ。 うん。もう何かしらプラスですね。基本的にはね。はい。えー、なのでやっぱ回収率は基本的に高いんだなっていうところをね、あの、頭に入れた方がいいのかなと思いました。まあ2月のこの時期だけの話なんで毎年のね、あの、もうここを逃したら使えませんし、まだまた来年使おうって感じではあるんですけど、一応ね、あの、頭に入れておいて損はないと思います。はい。 さあ、今の数字を見てですね、まあ、うちのこの動画を見てらっしゃる方は、競馬ファンの方が100%だと思うんですけど、まあ、競馬ファンのね、あなただったら、今ね、絶対こう思ったと思うんですよ。最終週の成績がじゃ良くなるんじゃないかと。ね、やっぱ最終週、最後、優秀伸びっていたらそこですからね、そこが一番いいんじゃねえのかなって頭に浮かんだと思うんですよ。 はい、えー、当然、頭数はぐっと減りますが、えー、2018年、えー、8頭中211、単、単回収775%、副回収251%。2019年、1頭しかいませんでした。さすがに成績ありませんでしたね。2022年、1頭もいませんでした。成績ありません。じゃ、あ2021年、4頭いて111、単回収207%、副回収105%。昨年、3頭しかいませんでしたけど、一生単回収550%、副回収153%ということで、まあ、これはちょっとぜひともね、 うん。目にしたら狙いたいなと思いますよね。こんなボ数の少ないデータですけど、まあ、あの、理にかなってる内容で、ここまではっきり出てると。ね。で、やっぱその、ご祝儀のレースとかね、そういう野暮なことは言いなさんなって感じですよ。これやっぱ気持ち、ハートですね。気持ちが生んでいるも、もう調教師の先生、厩務員の方、ジョッキー、馬主さん、馬自身もみんなの気持ちが生んでいる結果と考えましょう。 で、もう一個ですね。未保所属。はい。関東所属の調教師の先生方のとんでもない数字があるので、これちょっと掲載したいと思います。もうとんでもないっていうね、歴史上の偉人がいたんじゃないかってぐらいとんでもないです。意味わかりませんけど。はい。えー、引退を控えた2月。はい。一番人気。レース感覚とか関係なし。はい。勝率52.2%。えー、段階数146%。副勝率82.6%。副回数110%。走りすぎだろうと。 いくらなんでも走りすぎじゃないのかっていうのは頭皆さんよぎったと思いますけど、まあそこはちょっとグッとね、飲み込みましょう。なおですね、この先行した馬の成績ですね、5年間で勝率が72.7%、副勝率100%ということでですね、あのー、で、レースも一個一個見直してみたんですけど、まあ能力で勝ってる馬もいっぱいいるんですけど、割とですね、あのー、チラッチラらチラッチラ,ッチラッその、やっぱ見てますね。<laughs> 見てるレースもありますね。 ええー、あの、他の、他のジョッキーですよ。他の馬たちがねあ。大丈夫かな届くかなとかねあ。大丈夫かなあの、伸びてくるかなみたいな。うん。あ伸びそうだなと。うん。伸びそうだから、まあ、俺そんなわなくていいかみたいなのも正直、何レースかありました。目で見てね、思いましたね。やっぱちょっといつも見てる競馬と少し違うなってことがあったんですけど、こんな感じにね、なっております。はい。 いやただですね、その、ま、真実なんてわからないし、真実なんて知りたくもないんですよ。ないんです。はい。そこは、もう、この自分、この部分ですね、引退2月最終週っていうところは、ちょっと特殊で、うん。あのー、特殊だと考える。うん。真実なんてわからない。知りたくもない。でも、ま、あそういうことになってるよっていう、まあ、僕の好きな、ま、プロレスも同じですよ。はい。 そこまで深掘りしたくはないんです。はい。っていうとこなんですけど、結構特殊な結果出てますよねっていうことをこの動画でね、ちょっとお伝え、こっそりお伝えしたいなと思いました。はい。まあ、あの、そうですね。もう2月に見てで、来年のまた今頃ふと皆さん思い出してくれるんじゃないのかなと思うんですけど、まあ今年の結果わかりませんけどね、まだどうなるかね。ただ僕ちょっと狙っていきたいなと思いますし、それでなんかいい馬券でも取れたらまたアップしようかなとは思っております。はい。そんな感じでね、今回お届けしました。 はい。えー、ま、ぜひね、あの、チャンネル登録、高評価していただけたら嬉しいです。あの、この動画初見でうちのチャンネルの動画見たって方がいたとしたら、なんかこんなことばっかりやってんのかなと思われるかもしれませんけども、普段はもう、もう、もうそれは違いますよ。それはもうレースの対策動画からビシッとやって追い切り判定もやって予想もやってですね。あいまいまにはあの、えー、っと、この動画をアップするつい先日もですね。 販路調教だけの話を真面目に35分話すというね、表をもとに、数字をもとに話していくという動画もやりました。非常にマニアックなこともやってるんですけど、まあこういうね、時期物ですよね。はい、あの、まあ今は何だろうな、例えばあのサンマが美味しい時期とかね、あるじゃないですか。いろいろね、えー、フグが美味しい時期とかね、そういう、も、まあ、魚ばっかりね、魚ばっかになっちゃいましたけど、あの、そういう,いう時期の、時期物の,のこういう動画もたまにはいいんじゃないのかなというところでね、アップさせていただきました。結構ね、調べるとこれクソめんどくさいんですけど、うん。 くそめんどくさかったんですよ。で、その結果何も出てこなかったら、まあ、没だったんですけど、こんだけの数字が出てくるとね、あの、やっぱり、これは皆さんにちょっとお話ししたいなっていうふうに思いましたし、まあ、うちのチャンネルの視聴者様とかね、あの、 割とこういう、こっち方面の話も好きな方いらっしゃいますから、ぜひね、これはあの楽しくお届けしたいなと思って、今回こんな動画を作らせていただきました。ということで、あの、こんなね、えー、ことは書いてませんが、あの、競馬本の著者やってます。はい、あの、クッション長読むという本をね、えー、昨年リリースいたしました。えー、サイト運営とかアプリ監修とかもいろいろやってます。まあ、リンク概要欄にあるので、ぜひ見てください。あと、また近々、うん。 あの、一個ね、あの、すごく、あの、まあ、予定ですけどね、すっげー有名な本に、あの、一ページだけペラッと出ますよっていう、そんな告知もできるかなと思っております。はい。まあ、今年本書くかどうかわかんないですけどね、話はありますけどね、ちょっと時間がですね、はい、あの、これがこれなんでね、これがこれであれになっちゃってるんで、えー、結構ね、春先忙しいんですよね、来月ぐらいに多分、うん。 すごくあのプライベートで忙しいことが一つ起こってしまうので、起こってしまうというか、まあ、めでたいことなんですけどね。えー、二度目のめでたいことが起こりそうなので、そのあたりはね、なかなかちょっと、本書けって言われてもね、書ける環境ではないと思うんですけど、まあ、あの、下半期の方に行けばね、時間も出てくると思いますし、はい。まあ、動画とかこういうのは、ある程度一定のペースでやりながら、えー、時間ができた時にまた本をね、いっぱいあの、リクエストもいただいてますから、うん。 何でしょうね、えー、6冊目の本、出せるようにも頑張りたいなと思ってるんですけど、その前にですね、その有名な本にペラっと1ページだけあの載るかもしれないので、ぜひね、そちらも楽しみにしておいてください。また告知させていただきます。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。引退する先生たちもね、もうすぐお疲れ様でしたなりますし、はい、福永騎手みたいなね、ビッグスターがね、トップスターが引退するっていうことも結構大きなことです。今年の月月ででまままたたたいろんなななこここととが変わっっててて、ま、から新しくなる、はい、新ししくくくるるそ見えをまた 追いかけていきたいと思いますということで竹内でしたバイバイ